高橋よいチャンネル。官僚のイメージが片落ちしてますが、今後どうやったら優秀で高潔な人材が官僚を目指すようになりますかという質問が来ています。まあ、ちょっと官僚に対するね、はい、何点かな、思い込みがあるような気がするんだけど、質問の中にね。そうですか。まあ、優秀かどうかっていうのは、まあ、選抜すれば、ある程度選べるんだけど、高潔かどうかっていうのは選べないよね。もともとがね。だから、公務員っていうのはもともと、高潔でない人を前提としていろんな制度があって、贈収賄とかそういうのがあってね、民間だったらないような制度、仕組みはたくさんあるから、それからもともと、高潔かどうか別としてね、すごく厳しいんだよね。だから、その規制を厳しくするっていうことなんじゃないかなと思うけどね。官僚を目指す人が、まあ、学生時代からいっぱいいたわけじゃないですか、周りに。私にはい。今までに全然だっていないよ。あ、そうですか。だって、官僚だった。私なんて東大だって言ったって、理科系だから。はい。あ、そうか。理科系であれよ、こんな官僚になるなんて、やついないよ。あ、そうか。だって、官僚なんてさ、あれで文化系でさ、理科系から見て頭悪いやつ、どんな感じだろう。なんで行くんだと思ったよ。なんであんな頭悪いところにやるのかと思ったくらいだから、全然思わなかったよ。だから周りにいないよ、官僚は。あ、そうなんですか。うん。実際じゃあ入ってみて、官僚で受けて受かってきた人たちって、やっぱ賢いんですか？小川氏は、はい、文化圏の中では比較的賢いなと思ったけどね。比較的賢いなと思ったけど、はい、私最初からあれだよね、みんな東大の法学部って言うでしょ、はい、東大、法学部って言ったくらいだからね。いつもでもだ、で一呼吸置いて法学部って言う方がいいんで、法学部とは言わなかったよ。そうなんです。まあだからね、まあレベル的にそんなもんだよ。だから世界的に見ても、はい、まあね、東大なんてそんなに優秀大学でもないからね。ああ、そうなんですね。うん、だからなんとも正直言って、そのイメージ的に、東大法学部優秀なんとかっていうのは全然思わなかったよ。あ、そうですか。まあそうだよ。そんなに、聞けばあれだよね。なんか、文化系がやつって、はい、まあ、数学できない人ばっかりじゃない。あ、こっちなんか、かたや数学のもう最先端まで行ってた人から見たら、何も思わないよ。それは文系の人たちはそういうのを感じてるんですか？感じるからさ、私一回もさ、財務省の中でさ、公開されたことないもん。あ、そうですか。そうだそうだ、なんとなくみんなさ、尊敬の念があるんだよ。あ、理系が来たみたいな感じなんですか？それも理系の数学科でしょ？うん。あ、そういう感じなんですね。うん、なんかとてもじゃないけど、なんか、だんだん対抗がほとんどされたこともないしね。あ、じゃあ、省内の中では、結構ちょっと変わってる。変わってるって言われるだけ。ただ変わってるって言われるだけ。あ、ただ変わってる。でも変わってるっていうのは自分たちと違うってことでしょ。うん、うん。周りは全部文系だらけってことですよ、ね。だから、まともなことできないよ。まとも。それはじゃあ文系が官僚になっちゃいけないんですかっていうことですか。まあなんじゃないの、どちらかというと数学できた方がいいんじゃないの。ああ、もっとやっぱ理系から取った方が本当はいい。うん、そうだよね。だから、数学ができないがゆえに、なんかまともなことやってなかったっていうのが多かったですよね。でも理系の人って公務員試験そんな受けないんですよ、そもそも。おかしいもん。あ、そうですか。うん、研究者になった方がいいから。あれ、高橋さん受けたのってあれ偶然なんでしたっけ？偶然だよ。みんな、たまたま学習塾で経済学でお世話になった時に、夏でみんながゼミ行って合宿行くって海に行くって、その時にみんなが公民試験受けてから行くって言うからね、話のネタで、あれじゃない、一緒にで聞いたら、受験でタダだっていうから、まあいいやと思って受けちゃったんですよ、ね。全然興味なかった。やっぱ簡単でした。そう。簡単だよ。すごい簡単だったよ。へえ。みんなこんなのを勉強してできない、勉強して一生懸命やってるって聞いたからびっくりしちゃったよ。へえ。僕には何も勉強しなくても。あ、そうですか。だから、あれだよね。ちょっと理系のやつがさ、マジでさ、力出したらさ、もうみんな文系のやつは駆逐されると思うよ。これ、じゃあ、なんでしょう。官僚に理系をもっと入れるようにしようみたいなことができないの？文系の人が嫌がるでしょ。理系っていうのはね、文系の要素っていうかね、二股、二役できるんだよ。
理系的なのもできるし文系的なのもやればできるんだけど、はい、文系なしって理系的なのできない、はい、じゃあやっぱ自分たちの立場考えるか。そりゃそうだよ、圧倒的に不利になるもん。よくじゃあ理系で入れたのは奇跡みたいな感じですか。入ってほとんどいないから。そうですよね。偶然誘われたわけですよ。偶然で。偶然っていうか成績良かった。だから、あの、大蔵省の方も、はい、ってちょっと変わってて、成績すごいいいからね。はい、ああ、と思ったんじゃないの、はい、だから私全然さ、自分で役所訪問してないんだよ。あの、大蔵省が電話かかってきて、来ませんかって言われたから、ここで行っただけだから。もう全然あれですよ、違うルートで行っちゃったからね。楽勝でしたよ。あ、まあ、そもそも理系で公務員試験を受ける人が少ないから、受けて点数がいいとやっぱ目立っちゃう。目立っちゃうでしょ、ね、うん。それは目立っちゃうよね。理系の人たちは別に官僚になりたいなんて一ミリも思わない。全然一ミリも思わないよな。もっと楽しい。はっきり言ってもうなんか、軽蔑すべき職業って言われるとか。っていうか、あんまり尊敬すべき職業じゃないって感じがするからね。高橋さんから見て官僚っていうのはそういう感じなんですか？楽だったよ。楽？うん、はあ。自分の力の何割かでずっとできたから。あ、そうですか。フルパワーなんてほとんどやらなかった。いつもすんごい楽してて。だから残業もしてないとか、そういうことで平気なんだよね。残業しなくてはずーっとできちゃった。そうですか。楽だったよ。だから、はっきり言って、研究者になってね、頭をね、使ってね、もう悩んでね、そうなったら多分ね、落ちんじゃったかもしれないなと私思うけど、研究者だったらね、もう、文系で、官僚になったから長生きできたのかなと思うよ。楽して。楽だった。ものすごい楽だったよ。そう。だって、6スポ自分の頭で考える必要ないんだもん。そうすると、この、どうやったら優秀な人材が官僚を目指すようになりますかっていうのに対する答えは、まあ、ね、そんなに、今の官僚だって優秀じゃないんだから、うん、そんなにね、変にね、なんか、固定観念と思わなくていいよ。官僚なんてね、あんまりできなくたって構わないんだよ。はっきり言うとさ、すごく優秀で、そういう人はね、民間に行って稼いだらよろしいんじゃないの。だから官僚になってるところは生産性高くても意味がないところだから、うん、こんなに優秀な人が行くようなところでないと思いますよ、うんうん、だからあとは法律でがんじがらめにして、うん、いろんな不正とかね賄賂もらっちゃいけないそこだけやればいいんだと思うよ、うん、どっちかというと官僚よりも政治家がちゃんとした方がいいっていうことまあそうでしょうね、うん、それとあとその政治家であれば国民が賢い方がいいんじゃないのそうか、うん、そこに行き着くってことですね、うん皆さんの質問をお待ちしております。よかったらチャンネル登録をお願いいたします。